リンクスという猫を知っていますか？リンクスというのは野生猫で、日本語では大山猫と呼んでいます。ヨーロッパからシベリアにかけて生息しているので、シベリア大山猫だとか、ヨーロッパ大山猫だとか、ユーラシア大山猫などとも呼ばれています。リンクスの仲間には本種の他にスペイン大山猫、カナダ大山猫、ボブキャットの4種がいます。いずれも体表にヒョウのような斑紋があり、尾は短く、耳の先にはリンクスティップスという長い飾り毛が生えているのが特徴です。ライオンやトラのように大型種に比べて小さく、家猫よりも大きいので、猫科の動物の中では中型種ということになります。このリンクスの特徴を備えた野生猫はアフリカにもいます。今映し出されている画像がそれです。カラカルという野生猫です。画像が示すように耳の先端には長いリンクスティップスがあり、尾も比較的短めです。そのような特徴からかつてこのカラカル、アフリカンリンクスとも呼ばれていましたが、最近の研究ではリンクスとは違う種に分類されています。さっきに触れた4種の野生猫が大山猫族を形成しているのに対して、カラカルはアフリカンゴールデンキャットとともにカラカル族を形成しています。さて、家猫の中でもリンクスの血を引いているのではないかと思われる種類がいます。それがメインクーンです。メインクーンはアフリカで最も古い歴史を持つ家猫の品種で、メイン州の原産です。ここからはあくまで私個人の推察になります。このメインクーンには他の家猫には見られないような立派なリンクスティップスがあります。その顎はがっしりとして頑丈で、去勢されないオスはエラがしっかりと張ります。このことはメインクーンに山猫を彷彿とさせる風貌を与えます。また体長は1メートルを超え、家猫としてはかなり大型です。普通の家猫が60センチくらいですから、かなり巨大な家猫ということになります。ということは、もともといた家猫がそれよりも大きな猫科の動物と自然交配してできた可能性が考えられます。さらに言いますと、メインクーンの原産地であるメイン州はボブキャットとカナダオオヤマネコの生息域とも重なり合います。メインクーンの起源についてはいくつか伝説があるのですが、その中にこんな話が伝わっています。現地の野生猫とアライグマが自然交配してできたのがこのメインクーンであると。それでメイン州のメインとアライグマの英語、ラクーンを合わせてメインクーンと名付けられたというのです。ちなみに現地の野生猫とはボブキャットかカナダオオヤマネコのことでしょう。アライグマはアライグマ科ですので、猫科の動物と自然交配という説は論外ですが、家猫となら自然交配があったとしても不思議ではありません。しかも別の伝説にはバイキングが連れてきたノーウェージャンフォレストキャットと現地の野生猫が自然交配してできたのがメインクーンであるというものもあります。またボブキャットの大きさは体長65センチから105センチメートル、体重が6キロから15キログラム。カナダオオヤマネコは体長が67センチから110センチメートル、体重が7キロから17キログラム。家猫の元になったリビアヤマネコは最大で80センチ、8キログラムくらいです。また猫科の動物はオスの方が体が大きいので、大きな家猫のオスと小さなリンクスのメスであれば、おそらく自然交配は可能であったろうと思います。ただし残念なことに、メインクーンの尾はリンクスのように短くはありません。むしろ長く立派な尻尾です。この違いはどう考えるべきでしょうか。尾はそもそもバランスを取るための器官です。バランスを取るためには尾は長い方が有利です。
ですから短い尾というのは一般的には劣勢であり、長い尾は優勢ということになります。例えば母親から短い尾の遺伝子を、父親から長い尾の遺伝子を引き継いだ場合、その個体は短い尾と長い尾の両方の遺伝子を持つわけですが、表面に現れるのは優勢である長い尾ということになります。ですから家猫との交配の結果、劣勢である短い尾は影を潜め、優勢である長い尾が表面化するようになったと考えられないでしょうか。実際のところ、かつて日本猫に起きた遺伝的変化の実例もあります。つまり日本猫は江戸時代くらいまでは短い尾をしていましたが、文明開化以降、外国から尾の長い猫が入ってきて交配を重ねると、短い尾の猫はほとんど見かけなくなってしまったのです。しかし劣勢とはいえ、条件が重なって父と母の両方から短い尾の遺伝子を受け取ることもあるでしょう。その場合、短い尾をしたメインクーンの個体がたまに出現してしかるべきです。実際日本の野良猫の中では今でもたまに短い尾の個体を見かけます。ではメインクーンに実際そんな個体がいるかどうか、私が調べた範囲では結局わからずじまいでした。ただし興味深い話があります。アメリカンボブテイルという短い尾をした猫がいます。この猫はもともとアリゾナ州で偶然発見された尾の短い猫で、メインクーンとは関係のない猫でした。しかし近親交配の弊害を避けるために、メインクーンと交配させることが認められ推奨されているのです。そのためメインクーンの幼種をよく引き継ぎ、単尾のメインクーンなんて呼び名もあるくらいです。そして尾の長いメインクーンと交配させても短い尾という特徴だけは消えずに残っているのです。しかしすでに述べたように、短い尾というのは遺伝的に劣勢です。これはどういうことなのでしょうか。それはもともとメインクーンが潜在的に短い尾の遺伝子を持っているから、短い尾の特徴が発現しやすいのだと考えられないでしょうか。逆に言えば、だからこそメインクーンはアメリカンボブテイルの交配相手に選ばれたのではないか。さてメインクーンは本当にリンクスの血を引いているのでしょうか。以上の考察からだけでは断定的な結論を出すのは難しいでしょう。もし確定的な結論を求めるのであれば、ゲノムを解析して白黒はっきりさせるほかはありませんが、私個人としては気高き大山猫の末裔だと思っています。以上、ご視聴ありがとうございました。